ビレックスメールマガジンをご覧いただいている皆さん、こんにちは。大本ゆきです。島田譲です。J リーグの再開の日程が正式に発表されましたが、 J リーグ再開、発表されて、今率直な思い、日付が決まった思いっていうのを大本選手から聞かせてください。俺です。本当再開が待ち遠しかったですし、再開に向けて毎日練習を積み重ねてたので、早く試合がしたいという思いが強いです。島田選手、はい。再開がリリースされて思っていた以上になんかワクワクしてるし、次の試合が楽しみだなっていう思いと、あとはここまでいろんな人がこう我慢したりとか、いろんな人の尽力があってここまでたどり着くことができたんで、そういう人の感謝の気持ちも忘れずに持ちたいなと思ってます。2人はここのスタジアムではアルビの選手としてはまだプレーしていない状態ですけど、このスタジアムでサポーターの皆さんに、そういう日が来ると信じてどんなプレーを見せたいですか？僕の長所は90分間勝ち続けるっていうところだと思うので、サポーターの皆さんに新潟のために、これだけ走れるぞっていうところを見せたいですし、サイドの部分で1対1で仕掛けたりだとか、サイドバックですけど得点に、絡むプレーを見てほしいなと思います。島田選手、はい。再開まで、サポーターの方も、我慢してくれてたと思うんで、その分本当に僕らがここからピッチで、一丸となって戦って、みんなで勝利を分かち合う姿を数多く見せたいなというふうに思います。新型ウイルス感染防止のために自分たちができることを継続していくのは変わりません。サポーターの皆さん、新潟の皆さん、ぜひ引き続きご協力をよろしくお願いします。共に頑張りましょう。